はい、次でここで2番目でやっと、商品情報ですね。やっと商品情報、今のは取引情報です。取引情報が1番で2番目が商品情報。これ農家さん逆にされちゃうんですよね。もう商品の話ばっかりして、いやお宅の商品がいいのは分かったから取引条件を教えてと。取引条件が分かんないといくら物が良くてもダメです。でまずじゃあ商品情報は何を言わなきゃいけないのかというと、ここです、はい、定時定量定価定数定着っていうこの5定、つまりお宅の商品がどんだけ品質がいいかの話よりちゃんとうちに届けてくれるんですよねっていうことをたくさん書かなきゃいけないです、うん、だから定期的に出荷できる、なぜ定期的に出荷できるのか。例えば平川さんとピーマンを週3回10ケースずつもらうっていう約束がの条件があるとしても、平川さんなぜその10ケースずつ遅れるのか、なぜ遅れるのか、いやなぜ遅れるのかって何と答えます。平川さんともら出会ったばっかりなんだけど本当にこの人週3回10ケースずつ送ってくれるのかなって、っていうのをこう意味を根拠をこう書かなきゃいけないですよね。じゃないと僕はこっちの業者さんに紹介できないわけですよね。なぜ定期的に10回遅れる、定期的に収穫をしている人ですよね、うん、いわゆる俺だから信用してくれって話ですよねいや俺ですよ、俺だから信用してくださいって言うと、いや俺も知らないしこの人も知らないから。でこの時にはどういうことを書くかというと、2019年の実績として、何月何、1週間に100ケースずつ出荷したっていう実績がありますってことを書かなきゃいけない。2019年1月から6月までの間に総計1800ケース出荷とかで、2018年1500ケース出荷っていうふうに実績を書く。ああなんだ、だからほら平川さんのプロフィールを書くわけだから、ちょっとこっちの女性に紹介するときに、平川ってやつがいてさ、ピーマンちょっと取ってほしいって言ってるんだけど、えどういう人って言ったら、ね、もう顔写真とか一回置いといて、いやどう、平川さんすげえとばいって2019年見て1800ケース出したとばいっていうふうなのを書いておかない、ほら見て見てっていうふうに、ね、でここは基本的にここは嘘ついちゃダメなんだけど、少し盛るのはいいです、うん、少し盛るのは、うん、まあ、盛るっていうのを10トンしか取ってないのに100トンとかダメですよ、うん、例えば9.5トンとかよりも10トンの方がなんか入ってくるじゃないですか。そういうことですよ、盛るっていうのは、ね、そのね、10の100はさすがにもその詐欺になりますから、うん、ね、2018年8トン、2019年9トン、2020年10トンみたいな、8、9、10ぐらいになってると、おお頑張ってるねみたいな、そういうことです。さあ次、定量収量安定のために、ね、収量が安定するために、うん、収量が安定するために、これはどんな風な書き方をするかというと、収量が安定するっていうことは、まあ、ちょっとここは技術的なことを書いてもいいです。例えばビニールハウスで作っていますとか、温室で作っていますとか、まあ、収量安定しますよね。収量で露地野菜を作っている方の収量安定っていうのは、まあ、ちょっと土作りの話になったり、面積を、ちょっとたくさん持ってますよみたいな話になります。例えば収量安定のために、例えばキャベツを作ってて10ヘクタールやってますとか、収量安定、うん、まあ要は数字をこうやっぱ出すってことですね。ってことは、品質の安定、はい、じゃ品質の安定のところは、なんか黒木さんなんかあります？品質の安定をアピールするなんか、うん、言葉というか、事故に関してですか、コールドチェーンを徹底して、あ、いいですね、いいですね、コールドチェーンを徹底している、うん、まあ、例えば、広明さんのところでするならば、品質安定のために、例えば、温度が上がらない午前中収穫していますとか、もしくは収穫したらすぐ予冷庫に入れていますとか、例えばね、さすがに品質安定のために、無菌室で選別をやっていますとか言いたいけど、それは無理やん、無菌室とかそういうものはない。だから今自分たちができているやつで、
例えば農場に予冷庫を横付けして収穫したやつはすぐ予冷庫に入れていますとか、などなど今身の丈にあっても実は皆さんやってらっしゃるようなことをこう書く。そして次、コスト、低コスト生産できるように、ここなんですよね。ついつい農家さんはコストがかかっているのを自慢したがりますね。それこそ私が27歳の時にドーンと温室を建てました。もうあの温室見た瞬間にあるバイヤーはゲッここ高そうってだってこんな高い温室で物を作ってるんだから高そうってやっぱ思われるんですよね、でもそれを僕は逆手にとって、いやこれだけ立派な温室があるんで台風とかのシーズンも安定して出せますよっていうふうに僕はそれをメリットに変えて営業してました。だからやたらと従業員がいますよってここで書いちゃダメなんです。やたらと従業員がいるとコストが高そうってなるんで、いかにコストが低そうに見せるか、低そうに見せるか、だからといって値段を高くしてあげる必要はないんですよ、値段を、だからいかに低価で安定的に出せるかっていうことになります。例えばじゃあ、低コストで生産できるようにってなった時に、これちょっとまだ言葉が微妙なんだけど、一般的には機械を導入してますっていうのが一番いいです。機械を導入してます。例えば選果選別機を入れることによって、とか袋詰めの機械とかパートさん30人雇ってますっていうのもあるけど、そういうの書くとちょっとなんか安定はしそうだけどゲーなんか高そうって、で製造業の考え方からすると、ロボットを入れていますとか機械を入れていますとかシステムを入れてますっていうのはコストを下げるっていう代名詞代わりの言葉になるんで、農業業界でもあここと取引所ここはなぜならばコスト削減に努力しているところだからっていうイメージを持ってもらう、そのためにはちょっと機械を入れている、だけど、その機械ってトラクター入れてますとそれはちょっと当たり前すぎるからね、そのくらいあるやろうと、さあ、じゃあ次定着、持続継続して取引できるように、ここですね。ここでここに持続継続して取引できる時の一番のキーワードが法人なんですよね。法人、だから別に僕は法人化を進める人ではないし、もうすでにここ2社は法人されてますけど、この法人のメリットデメリット、別に法人してなくてもこの上の4つやってくれてるんであったりするならば全然取引やりますよ今の製菓業界は。ただこの商品の説明、商品の信用を得るときにこの5番目に関して、例えば黒木さんのところと取引してもう去年1000万分ぐらい取引しましたと、じゃあ来年もこっち当てするわけですよ。なぜかというと黒木さんのところで1000円で仕入れたやつをこっちでは2000円で売ってて、こちらもちょっと商売させてもらってて、来年の計画の時にもう当てにしてるわけ、で例えば平川さんのところからも1000万、上村さんのところからも2000万というふうに5000万ぐらい自分の取引先から仕入れたやつでこっちで1億ぐらいの売り上げを上げて、ちょっとこれが仕事なわけ。ところが黒木さんから電話って、あ山下さんちょっとすいませんと、実は我が家でちょっと親がちょっともう倒れてちょっと仕事ができなくなりましたって、去年100ケース毎月送ってましたけども、ちょっと規模を縮小して50にしようと思ってますって、やっぱなるわけ、やっぱなるじゃないですか。だからちょっと困りますって、なんでかっていうとお客さんにはその分流してたから、また違うとこ、その足らなくなった分違うとこ探さなきゃいけない、補填しなきゃいけない。でそうなってくると、いやもう黒木さん勘弁してよって、もうちょっと今年も1000期待してたのにってなるわけで、ならないように、例えば一番分かりやすく言うのは法人化してれば、一般的に会社っていうのは持続継続させるための手段として会社にしとけば従業員さんがいるであろう、万が一よ黒木さんっていう社長がいなくなったとしても次の社長が期待すれば持続継続しやすい組織体になってるから、財務的にも人的にも。だからこの4番目の定着の部分では、法人化していますとか、ここで従業員が15人いますとかってここに書くんですよだから上に書いちゃうとコストが高そうって思われるんだけど、下に従業員が定期的に雇用している従業員が2名いますとか、ご安心くださいと、うちは
行き当たりばったりな人でやってませんよというのがここにこう書くわけ。ね、すごいでしょ。もうお見合いするためのこのいかにお見合いを成立させるか、いかにもうモテる男になるかっていうこのプロフィールね。うん、はい。でそしたら次、安心食材を証明するために何かしてることありますか。はい。ここが何かというと第三者認証ですね。第三者認証。で第三者認証っていうのはもう私が言ってるんじゃありませんと、うん、もう他の方が言ってくださってるんですよっていう話になります。さあ第三者認証でいくと、黒木さんのところがギャップを今取り組まれてるってことだったですね。進んでますギャップは。うんうん、あライセンス取られました。うん OK です。あと上室さんのところで何か第三者認証的なので何かありますか。アジアンギップいいですね、うん、あと広明さんのところではうんうん、ありますよね。エコファーマーですよね、はい。うん、もう第三者認証というのはもうあるに越したことはないです。でそれはどんどん外に出していくべきです。で例えば何もないってした時にどうすればいいのかって言ったら、ここに安心食材を証明するために、一つは例えば学校給食に出してますの、これものすごい第三者認証です。学校給食っていうのはですね、ものすごくいいです。もう聞こえがいい、うん、学校給食に採用されてるって、もうどれだけ農薬振ってようがなんだろうが学校給食に使ってるんですよ。もうイメージがいい。だから俺もお見合い写真偽造コンサルタントだから違うちゃんとしたコンサルタントよ。でもそんな風にやっぱりほら選んでもらうためには、もし給食に出してたらそれいいよね。じゃあ山下さん、俺ギャップもない、ジャスもない、エコファーマーもない、給食もない、どうしましょうかって、ご安心ください。今度は第三者が安心食材だっていう時に、例えば広明さんの場合だったら、直売所で累計で何千パック売れましたっていう数字を全部足すのよ。どこどこで、例えば生協さんでも、もう累計で、まあ、1日100パック出したとするやん。で、まあ、300日出したら100で3万、年間3万パック、の売り上げ実績あり、つまり売れてるってことはもう農薬使ってませんよとか、安心ですよなんて、もうそんなこと言ったって誰も信用しません。結果です。第三者認証の誰かが認めてくれたかなければ、だからもうそれこそ上村さんのところとかはもう例えばもう EU に出してるのが、累計、ね、1万パック出荷って例えばなっとけばもう売れてるわけだから、そのちょっと口に入れたらピリピリするようなやつは売れるわけないし、クレームが来てるやつはもう出荷止められるわけだから、この安心と安全を使わずに俺んとこどやっていうのはもうこういうことなんですよ。第三者認証か実績を数字でちょっと嘘ついたらダメだけど盛る。ここもポイント、1万って書くときも1000って書いた方がいいときと1万って書いた方がいいときと見え方が違うから、1万は1万パックだったらそうね、1000の方が数字が大きく見えるんで1万パックというふうに書いた方がいいです、うん、ということです。はい、次、現在取引がある方はそれらの実績を書いてください。まあこれはもう実績ですよね、どこどこに出してます、どこどこに出してます。でこれも先ほどの農協と一番しか出してない人ってなってくると相手はちょっと構えてきます。話をするまでちゃんと会話ができる人かどうかを、うん、まあただ農協一番しか出したことがない人でさえ
この表を持っているだけで信用がぐんと上がります、うん、なぜかというと今日本全国の農家がこの商品取引情報というものを開示してないからですよね、うん、開示してないから。だから開示できる人とできない人では当然開示している方が有効になります。はい、さあそして、これ最後、産地情報。やっとここで取引条件があって商品の話があって最後であなたは誰ですかって話になります。であなたは誰ですか、バイヤーはあなたが誰ですかはとりあえずいいです。商談、いわゆるビジネスになるかどうかが1番、商品を取り扱える、商品その欲しい商品が欲しいかどうかが2番、そしてあなたが誰ですかとなります。まあ、産地ですね、どこで取れてますよ、どこで取れてますよ、そして担当者が誰か、これ要は誰に連絡すればいいですかってことです。例えばじゃあ広明さんが現場でバリバリ働いてても携帯電話にしても電話が取れないではバイヤー困ります。あ、じゃあこの取引に関しては奥さんのゆかりさんの方に電話してくださいねっていうふうに、こちらに電話してくださいっていう取引責任者、これが誰かで、この取引責任者は気をつけてくださいよ。あ、なら私は忙しいからうちのお袋に取引責任者をしとこうなんです。お袋に取引責任者したらその人に電話かかってきたならば絶対その人は電話取ってよねって話よね。なんか電話が鳴っとったけど夕方まで気づかんだったって、もう最悪ですから、もう最悪です。お願いだから、そしてもう3日経ってから あの人が電話しとらしたなんて、お願いだからやめてと、もうレスポンス返してと。僕が成果業、いわゆる農家から成果業のマインドに変わった時に先輩から教えてもらった時に、とにかくもう電話はもう秒で出ろと、もう秒で出なさいと、とにかくもうすぐ出なさいと。成果業者さんっていうのはものすごく忙しいです。そしてもう売った張った買ったの世界で生きている人たちばかりです。まあ、最近はちょっとサラリーマンバイヤーがもうちょっと多くなってきたんだけど、そういうふうにものすごくスピーディーな人たちがいるので、電話が鳴ったらすぐ取る、取れない時には必ずその場で折り返しの電話する、レスポンスする、うん、そしてもう一個ポイントなのが、電話を取った時に、はい山下です、はダメです、成果業だからはい山下です、あお世話になります、はいよろしくお願いします、はい30ですね、かしこまりました、はいはいどうもありがとうございますというふうに、こっちも成果業のトーンで行かなきゃいけないです。はい、もしもし、え、なんかあった、お前んとこの野菜腐れとらんみたいなトーンはダメですよね。いいですか、必ずで、だからこの取引責任者が奥さんにするなら奥さんにちょっと言っとってくださいね。もしもし古賀ですけど、怖いってなるからこれやめてください。はいもしもし古賀です、いつもお世話になっておりますっていう風に、もうここで鮮度が伝わるわけよ、ね、これ本当ポイントになります。だから取引責任者を誰にするか結構ポイントになります。で電話とメールですね。でこれ最後です、ここ最後、ね、商談担当者が農場にお伺いしてもいいですかって、これも当然のことが、農場に来てください、農場に来てください、農場に来てくださいって、もうこの紙を持って商談するのだけど、これはもう自己紹介シートです、あくまで、ね、これが商談、先ほども言った契約書ではありません。だから先ほどキロ360円って書いてたのはあくまで情報であって、いやー360円きついなって言われたら、じゃあ改めてお見積もりをいたしますって言って、例えば10ケース以上取ってくださるんであれならば340円でいいですよだとか、交渉がそこから始まります。これは交渉する前のお見合いシートですので、なんていうのかな、もうガチガチになる必要はないです、うん、だからといって、1ケース1万円とかもべらぼうなことをやってると、もうそのお見合いシート時点でシュレーダーにかけられますあんまり極端なこと書いちゃうと、うん、だからまずは商談シート、例えばまあ平川さんも全部ネタにさせてもらう、平川さん山下さんちょっと、紹介してくださいよってなった時に、じゃあちょっと商談シートちょっとちょうだいよって商談シート持ってこう仲介してる人が、ちょっと知り合いの人が平川さんっていう人がピーマン持ってるんだけど、ちょっと見てよって言って情報を渡す。でそう見た時に、おふむふむと、あ何、あ良さそうじゃん、まあ、ちょっと値段はちょっと交渉しなきゃいけないけど一回ちょっと会ってみていいかなみたいな話にしなきゃいけない。でこれをマッチングフェアの時は直接バイヤーがこうやっておーっとこうやって見に来るから、見た時に、あいらっしゃいませこうどうぞって言った時に名刺を渡して、あそうなんだ、あ九州でこんなことやってんだって、いつからやってるのなんつって、会話が入った時、あ実はうちの、内容これまとめてますのでこちらご覧くださいなんつって、
おい気が利いてるなって。って言って実はそこでは忙しい全部ブース回らなきゃいけない忙しいけどそれを持って帰って改めて見ることができる。でさらに言うと商談会が終わった後名刺いただいてるんで名刺で先日ご来店ねいただいてありがとうございますって、名刺いただきました平川と申します。もし九州にお立ち寄りの際はぜひ農場の方にお越しくださいなんつってああそういえばって言って名刺とこれめってっていうふうに農場にいかに連れてくるか、うん、農場に連れてくるってことは少なくとも商談をしようという見込み客になります。だから通りすがりの人ではありません。だからこの農場に来てくれる人をどれだけ増やすかっていうのは結構ポイントになります。